Good morning, New York! NYJK! Real Talk Radio! はい、皆さんこんにちは。田中慎太郎です。こんにちは、岩佐真理子です。はい、こちらが7月の14日水曜日に収録しております。はい。はい。マリコさん、今週末ご出演するイベントありますね。そうなんです。あの7月17日土曜日に、あの前回も話したんですよね。そうですよね。前回ちょうどそれが終わった、そのなんかあの私が前からお世話になっているウィンドウスティッフファミリーサーカスっていうところが新しい試みをやるんですよ。なんかこうオープンカー形式のこうサーカスパレードと言ったらいいのか、なんかサーカスアツクトとかを、まあ、あのストリートパフォーマンスという形でやるっていうのに、まあ、言わずもがなクラウンで参加するっていう予定です。はい、なんかちょっとビデオを拝見しましたけど、なかなかサーカスですよね。なかなかそうなんです。あの人たちはね、そう、あ、私が好きな理由のうちの一つなんですけど、なんか渋いんですよね。なんかそのアメリカのこうトラディショナルな感じを持ってやってて、綱渡りとかもありますもんね。そうなんです。あの 台車の上でやって、もしそのビデオの人たちと同じパフォーマーが出るかちょっとわからないんですけど、でもああいう派手なあのサーカスアクトは入れてくると思います。で、私たちはみんなを盛り上げるクラウンみたいので、あの3人ぐらいがわちゃわちゃやります。なんかね、楽しそうです、ちょっと、ね、あのぜひ伺いたいなと思ってるんですけどね。ぜひぜひ、今のとこあの随時なんか噂によると、噂だと8月とかも、あのファイブボロほとんど行くと思うので、あのね、夏っていろいろオープンストリートでなんか道開けてやるじゃないですか。だからそこで、あの多分出没するんだと思います。3台台車で真ん中両端、真ん中は多分パイプオルガンみたいな音楽を鳴らすやつだったから、でこう端っこであのこっちでやって、次はあっちの反対側のでっていう感じで、この間はやってたんで、多分そういう感じで1時間かもしくは1時間弱ぐらいのショーをやると思います。で、だいたい基本2回か3回のショーを、多分8月も土日でやっていくんだと思います。とりあえず今週の土曜日はプラザでラスアメリカスで175とワッツワースって、これ多分あれですね、上の方ですね、ハドソン、ワシントンハイツら辺ですよね。175、ワシントンハイツら辺かな、もうちょい下かな、もうちょい下、でもまああっちの方ですよね。で、2時半か、2時半と4時半が、101ストリートとパーカーベニューですね。はい。そうなんです。なかなか3回も大変ですね。ねえ、本当、ね、この間6月にやった時も3回だったんですけど、まあ、それは固定でブロンクスで。で、あのリングリングの先輩たちも何人かいたんですよ、出演者で。みんな、まあ、私はリングリングが最後までいた2017年からだから、まあそんな時経ってないですけど、みんなとかはもう20年前とかの話で、リングリング、で3回ショーなんですよね、週末って。でだからまあみんな、いやもうちょっともうリングリング以来だ、このもうあの時とか態度が3回きついなとかって、私もいや久々だわ3回ショーとか思って、でしかもクラウンだから、そうメイクも外せないし、なんかあの久々にちょっとあのリングリングの時思い出しましたね、週末3回アリーナにいっぱなしみたいな。でそれがまたこの夏もやってくるみたいな。しかも屋外だから結構暑そうですよね。そうなんですよ、だからそこが心配だ、ね、みんなになんか面白そうよりも先に暑そうっていう意見も聞かれるんですけど、あの、まあ、そこはあの私がもし汗だらだらかいてたらあなんかいいねいいねっていう感じで見守ってくれたらって思います
なるほど、はい、で、はい、でもあれですよね、場所をじゃあ移動して1回目から2回目3回目、そうなんですよ、1回目と3回目は一緒か、そう同じなんですね、うん、当初聞いた話だとそのずっと移動するって聞いてたんで、その移動 も、うん、もなんかこう楽しめんのかなと思ったんですけど、なんかあんまりそうではパレードみたいな感じで移動するってことですね、うんうん、それをやるのかどうかはちょっとまだ詳細には書かれていなくわからないんですけど、これ大変ですね、うん、そうしたらね、だって70ブロックぐらい移動ってことですよ、そうですよ、だからそれは多分ないと思うんで、うん、だからどうするんだろうと思って、あんなでっかい台車、まあ、その辺はそれはプロダクション側にお任せして、私たちは、はいはい、あのパフォーマンス一定するっていう感じなんですけど、うん、まあ楽しみですね、うん、うん、そうなんですよ、7月17日、うん、はい、嬉しくも私の私のお誕生日なんで、はいはい、あ、そうなんですか。そうなんです。ついでに見に来たらお誕生日おめでとうって言ってください。花束持って駆けつけないと。いや、こいつはなんだってなっちゃうんですけど、まあ、まあ、そんなスター型じゃないんで、まあまあ、あのみんなのうちの一人なんで、でもあのよかったお時間ありましたらぜひ、そうですね、いらしてください。まあ、多分、うん、本当8月もやると思うし、多分私もパフォーマンスすると思うんで、その際はまた。随時あの、うん、あのニューヨーク情報共有の方にポストさせていただいてもいいかな、で、ね、うん、また別のあれですよね、はい、なんかそれは屋内ですけど、なんかそういうパフォーマンスもされてましたよ、なんかバラエティーショーっていうのかな、あ、この間の木曜日のやつ、うん、やってますよ、結構なんかいろいろ活動はやっぱ再開してきてるんだなという印象で、そうです、拝見しましたね、そうなんです、幸いなことになんか急にボロボロボロってあの、うん、とりあえず7月と8月もうまくいけばちょっと忙しくなるのかなっていうとこなんですけど、うん、この間の木曜日やったのはあのそうバラエティーショーで、私の友達が、まあ、プロデューサーとして、であと他に2人プロデューサーいたんですけど、うん、そういうバラエティーショーをやっていきたいっていうので、うん、まあ、トライアル兼ちょっとプレミア公演みたいので1ヶ月半ぐらい前に出てくれないって言われたんで出ました。だからそれもすごい、うん、あのまた久々でしたね、本当にお客さんもその誘ってくれた友達、主催の友達以外全く知らない人ばっかりだし、なんかジャンルもバラエティーショーで大体違うんですけど、ジャンルでももうちょっとサーカスアートとかも寄ってるし、なんかそのなんだろう、キャバレー、バーレスクとかっていうのもありがちなんですけど、なんかもうその人バーレスクもいたんですけど、うん、あのもうミュージカルの人もいたりとか、もうバラバラだったんですよね、でお客さんもなんか全然バラバラだし、なんか久々でした、なんかそのまあ、舞台をやるとそれはお客さんは毎回私の知ってる人ばかりではないっていうのもあるんですけど、うん、なんかすごいいい感じ、そのアウェー感がちょっと新鮮でした、うん、久々に、うんうん、で、あの楽しくパフォーマンスさせていただきましたね、うんうん、なるほどね、はい、主催の人の家だったんですけど、あそこ、あ、そうなんそう、フェイスブックで、なんか普通にちょっとこうこじんまりした劇場の感じで見てましたけど、本当なんですよ、その規模の家だからもうびっくり、うん、すごいっすね、すごい、もう劇場やんなくてもこの家でできんじゃんみたいな、ああでもあのね、それこそ、まあ、今どのぐらいあるのかわかんないですけどね、うん、あの結構音楽家を招いてとか、うんうん、っていうのもありますもんね、うんうんうん、まあ、ちょっとなんかホームパーティーをもっとパブリックにしたっていうような感じでしたけど、うん、まあ、いずれはその劇場がもっと安全に開いてきたら劇場でやっていきたいっていうので、やっぱ近年ちょっとバラエティーショーっていうのもあまり、私が始めた頃にそういう場所でパフォーマンスし始めた頃に比べたら激減してるので、また新しいのができてくるとすごい嬉しいですね。昔はもう本当にあのいろんな人が自分のショーを持っていて、うん、あの小さいバーでやってたりとか、うん、いろんなとこでやってたんですけど、やっぱり近年あまり見なくなりましたね、うんうん、なるほど、だから嬉しいですね、またそうやって、うんうん、あのなんかね、タップダンスとかされてましたよね。そうなんです、うん、あの何気に
タップダンスは結構最初から自分でアクトを作り始めた時からあのアクトを入れあのタップのアクトを、うん、あの入れるようにしてるっていうか、うん、好きなんでよく入れてるんですよね、うん、実はあ、なるほどね。そうなんですよ。いやいや、なんかね、うん、いろいろあの活発に活動が始まったなと思いながら見てましたけど、いや、まあなんかちょっとね始まったっていう感じですけど続くのかな、うん、その、まあ、続くように頑張りますけど、あのね、本当いろんな街がだんだんオープンになってきたのと、うん、あのそういう話もちょいちょい入るようになってきましたね。まだでも劇場がちょっとあれですよね、多分厳しいですよね、その規制というか、そのなんていうの、ガイドラインみたいな、ちょうどなんか最近ちょっとなんか読みましたけど、劇場自体もでもまだ厳しいかなって思います。だから私がやろうとしてたシアターも、まあ、オフオフのキャパですけど100ぐらいかなんですけど、そこも空いてるんですね。結構前から空いてたんですけど、やっぱりもうあの全員ワクチン打ってないといけない、お客様も含めて打ってないといけない、こうだこうだっていろいろ厳しいので、みたいですよね。なんかそれをそう、そう見てると、前も話したと思うんですけど、ちょっと自分のやってるそうアクトの内容も変えなきゃ多分いけないと思うし、ただやっぱそのエッセンスっていうか、そのなんかね、ソーシャルそうディスタンスとか、客席も多分まだフルじゃないんじゃないかな、私がやろうとしたとこは、なんか、うん、いろいろまだ厳しくて、なんかそんな状況でやる今みたいな、どうしてもやらなきゃいけない今って思ってたりとか、ちょっと悩んじゃいますね、まだね。だからまだ厳しそうですよね。だからその木曜日やったバラエティのところも、まあ、もうちょっとこうオープンになってきたら議場にできるように頑張るって言って、うん、ワクワクしてましたけど、うんうん、なるほどね。やっぱねキャパがね、うん、全然違いますもんね、うん、だしやっぱそのね劇場っていうやっぱりところでやりたいなっていうのが、うん、みんなあるし、うん、あの家でやったのは 家も広すぎたから全然劇場みたいで、あれはあれで十分だったと思うし、うん、うん、いいと思うんですけど、やっぱりね雰囲気としてはその劇場でいろいろやっていけるといいなっていう、うんうん、あの気持ちが、なんかその今度週末にやるサーカスのやつもやっぱりこの状況になって生まれたものだと思うんですよね。あんまりあの人たちストリートでやってないし、うん、こうニューヨークであのいろんなとこでやるなんていうのは多分今まで私もすごい長く知ってるんですけど、うん、見たことないから、うん、いつも劇場でこうサーカスのアートをやる、サーカスの要素を入れた作品をやってるったりするんですけど、うん、やっぱその、うん、パレードみたいに外でっていうのはあのやったことないから、多分これがこのパンデミックとかが与えた機会というか、いい試みだと思います。そうですね、うん、でニューヨークってちょっとヨーロッパとか行ってないからわからないんですけど、うん、やっぱヨーロッパとか日本もそうですけど、ストリートパフォーマンスは大道芸とかってすごい盛んですけど、うんうん、ニューヨークってそれに比べたらないなと思うんですよ。なんかそのワシントンスクエアとかでやってるっていうのもありますけど、そのジャズミュージシャンがあったらちょっと外で奏でてたりとかっていうのあるんですけど、うん、なんかそのいわゆる大道芸みたいので、うん、そこら中にパフォーマーがいて、なんかあまりまたちょっと違うなと思っているんですけど、そのヨーロッパとか日本のそれとは、うん、そうですね、でもなんか、うんうん、でもそのまあ、今夏でもあるし、それ外でやるとかオープンであの ストリートでやるっていうイベントをパフォーマンスする機会っていうのは増えてきそうですね。やっぱ夏らしいし外でのイベントも、うんうん、ただいろいろ勝手が違うから、まあ、大変だろうなと思いますけど、あ、そうですよね、うん、ライティングとかのそのなん助けられるところがあったりとかするけど、やっぱそれもないし、雨に左右されることもあるだろうし、なんか新しいチャレンジだけど、すごいみんな前向きな感じがします。なんか本当そういうストリートのパフォーマンスのなんかお話とかも、もう一個話が来てるのもそうだったんですよね、パフォーマンス外でやるっていう、まだそれは
あの決まってないしどうなるか分かんないんですけど、話だけ流れてきただけなんで、うん、これも外かと思って、うんうん、なんかそういうのは増えてくるのかもしれないですね。いいことかもしれない、あのクラウンたち、うん、クラウンとかにとってはその空間を巻き込むとしては、うん、あの、うん、劇場ももちろんあれ大好きですけど、うん、あの新しいチャレンジだし楽しいことなんじゃないかなと思います。うん、なかなかあの見ない光景ですもんね。あのビデオでも拝見してもそう言われてみると、確かに外であそこまでのそのサーカス要素の入ったものを見るってないですもんね。ないと思いますね。なんか言うならばメイシーズのパレードでビッグアップサーカスがちょっと参加しててっていうのぐらいだと思いますね。でもリングもなくなっちゃったし来なくなっちゃったから、だからもしかしたらビンドルスティッフがだんだん多くなってって、でテントショーやっちゃうかもしれない、その初めとしてまずああいうオープンカーのパレード、ね、形式な、それもまたね楽しみですね、うん、楽しみだと思います。だから、うん、あの機会があったらぜひいらしてください。もうパッと見でもいいから、なんか雰囲気がね。そうですね、みんなこれ呼びかけましょう、うんうん、じゃあとりあえずじゃあ17日がマリコさん誕生日でもあるということですね。だから皆さんそうじゃああれですね、その見に行くのはまあ当然としても、皆さんなんかねプレゼント、お花でもお花でも雨でも雨いいかもしれない、もうあの雨とか飲み物いいかもしれない、もう汗だらだらかもしれない、ね、あのタオル投げてくれるとか、水でもいいって、ね、じゃあ何かしらじゃあプレゼントを持ってみんなで集まりましょうということで、はい、まあ、私は素顔では会わなくて汗だらだらの、下手したらメイクとかも落ちてるかもしれないクラウンの顔で ありがとうございますとか言うのかもしれないですけど、あの、はい、もしよかったらぜひいらしてください、あの結構面白いと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんお出かけしましょうということで、お出かけしましょう、天気はどうなのか分かんないですけど、はい、はい、それでは皆さんお出かけしましょう、はい、はい、お出かけしましょう。田中メディアラボ